ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、本日のゲストは、東証マザーズ上場、証券コード9270の、総野咲本さんにお越しいただきました。咲本さん、やっぱり J リーガー初上場社長として印象ありますけど、はい、サッカーやってます？いや、一切やってない。一切やってないですか？はい。ね、もうサッカー以上に楽しいものを見つけたって言った方がかっこいいですね。あ、なるほどなるほど。じゃあ早速なんですけど、咲本さん、今日はですね、総野について、もちろん去年上場されて一気に注目度も上がり知名度も上がったと思うんですけども、はい、やっぱり一部まだ知らない方もいらっしゃったりとかする中で、総野、まずビジネスモデルをですね、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、私たちはですね、一般のお客様からですね、はい、時計やバッグやジュエリーという、いわゆるブランド品と、あとは絵画や茶道具や掛け軸などの骨董品、うん、美術品というものを、買い取りさせていただき、うんうん、そして一般顧客に売るのではなくて自社でオークションを立ち上げ、オークションブランドを持ち、はい、いわゆるライバル企業同業他社に対して、オークションで一括で短期間で販売するというビジネスモデルをメインに行っています。ただブランド品と骨董品というのが対別すると2つという感じですね。そうですね、はい。でそれを、エンドユーザーに販売ではなく、はい、いわゆる業者様、そうですね、もうライバルに対して私たちが買い取った商品をライバル会社が買っていくっていうような、うんうん、そういうちょっと特殊な業界かなと思います。ライバル会社とその買い取り会社さんもそうから買っていく。そうですね、もう買い取り販売をメインで行っておられるような、うんうんうん、日本でも名だたるリユース事業者様が、うんうんうん、毎月コンスタントに買っていかれるという感じです、うんうんうん、はい。ってことはやっぱりその買い取りのところで強化されてると思うんですけど、はい、全国に買い取り拠点も設けられてますよね。はい、はい、そうですね。弊社はなんぼやというブランドと、はいはい、なんぼや目指しますよね、はい、そうです。エメラルドグリーンっていうんですかね。うん、そうですね、はい、ちょっとこう鮮やかなブルー、うん、そうですね、はい、まあ、ここに多分バンと出ますんで。ああ、そうですね、はい、とあとブランドコンシェルという、うんうんうん、姉妹ブランドと、はい、あとは骨董品美術品の専門の古美術発行堂という、うん、3つの買取専門店を今展開しています。うん、はい、去年が一応資料も拝見させていただいたんですけれども、はい、去年で11店舗の買取、はい、拠点をオープンというような形ですね。はい、それは今年も引き続き。そうですね、今年も同様の10店舗前後の展開を、予定してまして、うんうんうん、現状63店舗なんですけれども、うん、今期中には70店舗超にまで、うん、店舗展開していきたいなと思ってます。あ、はい、やっぱり買い取りのところがやっぱかなり肝を。そうですね、この商売でやはり一番重要なのが一般消費者からどれだけ魅力的な商品を仕入れられるかというところが一番重要で、ここの部分を制すれば、うんうん、このリユース業界を制すれるというぐらい、重要なところなんですけれども、かっこいいですね今の、はい、リユース業もう一回ですか？恥ずかしいですこの本当に一般消費者からの仕入れに勝てれば、はい、この業界で勝てる確率がかなり高くなると。で、私たちこの創業丸7年で今期8期目なんですけれども、はいはいはい、創業当時からそこは一番重要視してまして、うん、一般的なこのブランドリースの買い取り事業者っていうのは買い取り販売の併用型の店舗なので、1階で路面店で販売もするし買い取りもするというような店舗が多い中で、やはり私たちとしてはその1回路面店にこう店舗を構えることによってまず設備投資額も上がりますし、あとはその基本的に家賃も高いと、でその分面積もかかるので人も多く置かないといけない、だから販売管理費も上がってしまうと。一方で買い取り専門店にすることによって1回路面店である必要がまずないんですね。それはインターネットで目的意識を持って来店いただけるお客様が多いので、
1回の免停で露出する必要はないと。なので空中階、空中店舗で、で問題ないですし、はい、面積にしても10坪から15坪ぐらいのですね、比較的小規模な面積の小さいところで2ブースですかね、2つの個室を作って効果的に集客ができるので、まあ、そちらを強めていく方が、まあ、現状 その創業期のこのフェーズとしては、まあ、経営効率高まるのではないかというようなところから、そういう戦略を取ってまして、実際今も販売買取という店舗を行っている店舗は1店舗もなく、はい、名古屋ブランドコンシェル発行堂ともにですね、買取専門店として、まあ、店舗展開をしているというような状況になっています。はい、それもこの先も買取専門店で行くというのが一旦そうですね、はい、やはりまだまだこの仕入れという部分は強化できるというふうに考えているので、であればその中途半端に買い取り販売というものを行うよりかは、まあこの商売で一番重要である一般消費者からの仕入れというものを強化することによって、まあ、他社との差別化というものはより大きくなるかなと思っています。セムさん、まあ、ちょっと時間のあれもありますんで、はい、また次回も引き続き、はい、よりちょっと深掘ってですね、はい、今後の層のことをお聞きしたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。